おじいちゃん世界に一人しかいないと思ってて。でも実際にはさ、父親のとこの、あれじゃん？お父さんというかおじいちゃんというか、いいじゃん。で、母親の方におじいちゃんとかいるでしょ？おばあちゃんも一人だと思ってる。そう。それでさ、僕、まあ、どっちかの、いや、どっちかまあおじいちゃんが死んじゃったとするじゃん。で僕ちっちゃいじゃん。骨も拾った気がするんだよね。なんか、箸でパシって取って、何これとか思ってたんだけど、ずっと。って思ってて。で、なぜかマミも泣いてて、僕は知らなくて、何これって思って。何この骨って感じで箸で持って。で、まあ、誰か死んじゃったわけじゃん。僕はわかんない。誰が死んだか。けど、僕はおじいちゃんが死んだとは聞いていて。で、僕、おじいちゃんってもう片方しか知らなくて。で、いざそこ、実家、両親実家帰り、行った時に、おじいちゃんがいて、え？おじいちゃん死んでないじゃんつって、すごい騒いで、おじいちゃんにすごい顔されたっていうのがあるんだけど。みんな、おじいちゃん同じだと思ってたんだけど。実は複数にいたらしい、っていう話があって。子供って残酷だよな。殺されてるおじいちゃん。あ、おじいちゃん生きてんじゃんっつって。骨だって死んだんじゃないのっつって、すげえ大きい声で騒いで。すごい険しい。そうそうそう。そういうこと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 。そういうカテゴリーに入って僕の中で。おじいちゃんはシワシワっていう。シワシワ。こいつはシワシワだなぁ、つって特徴を捉えてたんだけど。人を顔で判断できないか、ただあまりにも興味がなさすぎたのか。どっちかだな。両方かもしれん。やけどさ、ずっと、一緒にいたらさ、まあ、わかるじゃん、顔。多分。やけど昔、よく、僕泣き虫だったんだけど、泣き虫だったんだけど、泣いてすぐ、父親のズボンとか、母親の服とかに涙を拭ってたんだけど、けど、なんかあんまり人の顔見なかったのかな？なんかそれっぽい服みたいな感じで、その人のとこで泣きに行ったら、違う人だったみたいな。パターンがめちゃくちゃあったんだよ、確か。結構間違えたんだよ、僕。あ、違うっつって。お母さんかわいそう。そうなんだよ。なんかね、人の顔やっぱ上向かないんだよな、多分。多分へそから下ぐらいしか見てなかったんだよ、多分おそらく。それはやばい。めちゃくちゃ間違えてて。顔じゃなくて髪型とか服で判別してるのかね。多分そうだと思う、僕。それで判別してた。顔を見てなかったよ、く多分。そういうことだな。だから似たような服があると、そう、ちっちゃい頃から親の顔を見ないで育ってきた、多分。そういうのが昔あったんですよね。で、何事にも僕は物事をはっきりと言ってしまう人だから、すごかったな、確か。なんかね、ちょっとね、顔がちょっと不細工な人が歩いていくとするじゃん。僕ね、僕は人、そいつを指さして、不細工って言ってた、するんだけど。でも、あまりにもひどすぎて、怒られた。両親に怒られた。いや、なんかちょっと気になって、ちょっと見たときに、僕はもうアニメ昔からずっと見てたから、アニメを昔から見てたから、僕はもう基本アニメの顔が普通だと思ってるわけじゃん。でも実際に三次元的な顔を見てしまうと、ブザイクって思ってしまうわけじゃん。で、僕が指さしてブザイクだったって言ったら、ブザイクだって言ったら、めちゃくちゃ親に怒られた。で、僕はそこで学んだ。あ、これ人に言っちゃいけないんだ。
言いたいけど、本当は言いたいけど言っちゃいけないんだっていうストレスを抱えてた。アニメの顔は覚えられた。え、何これ、誰言いたいけど、そう、言いたいけど、そう、言わないようにしてる。今でも言いたいもんけど言わないようにしてるの。なんだろうね、なんかね、しょうがないから我慢してるみたいな感じ。本当はもうはっきり言いたいんだけど、今でも言いたい、そう、今でも言いたい、変わらなかった、そこは治らなかった。そう、そこはちょっと褒めてほしい。で、あまりにも思ったことを言ってしまうから、なんかね、電車の中でさ、これ電車の中でさ、電車の中でなんかさ、マミーと一緒にいて、電車の中でマミーとさ、僕がいて、で、なんかね、なんかおならの音が聞こえたらしくて、確か。僕ちょっと覚えてないんだけど、で、なんか僕がそこで、なんかお母さんおならしたってすげえ大声で叫んで、めっちゃみんな笑ってたらしい。母親はその時に僕に殺意を向けていたらしい。こってやろうかと思ったって言ってた。いや、なんかあまりにもひどすぎて喧嘩にならないっぽい。そうだよ、内心なんか思ってるかもしれないから、こいつ言いたそうな顔してるなみたいな感じになってるかも。え、ちょっと待って、トラッパー助けてー、おじいちゃん、おじいちゃん助けてー、おじいちゃん。あ、眩しい、僕です、それ眩しいよ。そういうこと。さあ、あまりにもひどすぎて喧嘩にならなかった。あまりにもはっきり言いすぎちゃって。Thanks man。 なにここ、罠ありすぎだろ。すごい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 、罠すごい。なにこの小舟、3個あるんだけど。いや、自動だったら笑う。昔からね、やっぱ自動3個は嫌だな。昔からマジではっきり言っちゃうから、昔から変人とは言われているけど。変人でどうにかなるのか、私も顔に出てるよとは言われる。変人ということでごまかしてきた今まで。ただ本当に変人なのか、ただただひどいやつなのかわからない。ただただ本当にひどいやつなのか、変人なのか。変人というカテゴリーに収まって、ちょっと事なきを得ろうとしているだけのやつかもしれない。それは分からない。ただひどいやつなのでは。ひどいやつかな、ひどいやつなのかな。ちょっと我慢できなくて。永遠の謎。あ、なんかめっちゃ手ね、固まってない。僕はここを、すーごい数これ。だ、誰かこれ言ってない？あ、言ってる、ナイスナイスナイス。3台固まってるぞ。ないよな、他に。これ3個だけだよな。で、なんだっけ、なんか他にも言おうとしたんだけど。最
いますね。固める系男子。自動で開いとるのか。いや自動じゃなさそう。固める系男子ってことだな。でもポイントいっぱいある。お年玉だ。トラッパーの、トラッパーからの、やばいやばいやばい、固める系男子来た。全体はバレない説。あー言ったな。すいません、やるか。お年玉落としに来た。やばいやばい、来た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 。あー、ミリ止めだったのー。ミリ止めだったのー。僕の2カ目、いや2カポイント溜まったな。でも待って、さすがにね、負傷してる時にね、センターバレないって言ったらちょっと怖いわ。来た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 。毎回同じとこに仕掛けるやん、わらわら。トラッパも面倒くさいだろうに、わら。おお、マジうますぎだろ。生き玉うますぎない。隠して、オッケー。だるまさんが転んだみたい。ちょちょちょ、逃げ逃げ逃げ、寄れ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 。いや、来た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 、逃げ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 。諦めないトラッパー。さすがどっか行った。本当ですよ。ゲート前のやつ、誰かがこう触ってる間は通れるんで、さっき見せたようにできますよ。たた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 。諦めないことが重要です。ムカ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 。やばいやばい、来た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 。一個だけしか仕掛けなかったね。あと一個減らしてる。あっち持ってったらあっちつきそうだから。いや、レナリがあるか僕には。大丈夫。
める。来るかな。え、ちょっと待って、僕かそれ。いや違う。やだ